日本の音楽を世界に広めるための音楽イベント、ミュージックフロムジャパンが今年もニューヨークで開催されました。今日はその模様をお伝えします。1975年にスタートして以来、伝統音楽を中心に毎年さまざまなプログラムでアメリカの観客に日本の音楽を届けてきたミュージックフロムジャパン。41周年を迎えた今年は新たな試みが加わりました。40年間の我々積み重ねたですね、人脈とか経験とかそういうものを生かしながら、今回は新しい試みとしてアーティストレジデンスという形で、音楽祭を開催するわけなんですね。日本から音楽家を招き、10日間にわたりニューヨークの音楽シーンを体験しながら、期間中に開催される講演やシンポジウムなどに参加してもらおうというものです。この日のイベントではまず、現代の日本の作曲家にスポットを当てた基調講演が行われました。そして日本から招待された作曲家の一人で、国内外の主要な音楽祭で作品が演奏されるなど世界で高い評価を受けている望月美里さんと、北米音楽批評家協会のメンバーによるフォーラムが開催されました。そして望月さんの作品をニューヨークのアーティストが演奏するコンサートがこの日のメインイベントです。望月さんの作品は本来の楽器とは違う弾き方で、不思議な音の世界を作り出すのが特徴です。ビオラの弦を指で押さえるのではなく撫でながら弾いたり、ピアノの鍵盤ではなく直接弦で演奏したり、日本の琴は弦の下に布を挟んでいます。ポンってこう一つ音を弾いただけで、すごくその日本人にとっては、その琴の音が持っている、内包しているいろいろなこう情景だとか歴史だとかっていうものがありますよね。むしろそういう歴史の背景みたいなものをなるべくこう消してみようっていうような感じで、私のその琴の曲っていうのは最初布を挟んでるんですけども、だからその琴特有の大きな残響音っていうのがしないんですね。ポコポコしたような音になるんですけども、I just really appreciated all the sounds. It was so many new sounds. It was very unique, unlike anything I've heard before. And it was very interesting also to listen to the music after hearing the lecture, and you could hear this reflected in the concert. ただ紹介するだけじゃなくて、そういうふうにいろいろとこう意見交換なんかをしながら、こう作曲家だけじゃなくて作曲音楽のあり方とかより広いところまで広げた。ところにこう視野を向けてっていう点では、とてもこれからもどんどん広がって面白くなっていくのかなと思います。